どうもはい、今回ですね、重大発表、僕ではないんですけど、なんと、ドリアカーに講義を提供していただいたあやさんですね。あやさんから動画が送りつけられてきまして、これ重大、吉谷さん、これはちょっと、意見聞かせてください。で、今日、18時ぐらいに、まあ、そのイカセンターっていうところですね、僕が接待して、講義の方を撤去していただき誠にありがとうございましたというね、接待をねさせていただくんですけれども、ね、そう、僕のおごりですよ。僕あんまりね、おごることあんまないですよ。僕ね、ケチだから。めちゃめちゃ僕ケチなんで、おごることあんまないですよ。まあ、いつもね、チョコさんあた、まあ、いつもね、チョコさんあた、この前もラーメン屋行く、吉田さんご飯食べに行きます。まあ、チョコさんっていう人がね、いてるんですけど、チョコ会長が、吉田さんご飯食べに行きますって言った時はもう完全に乗っかれるんですよ。そせーん。この前ね、ゴッツのラーメン屋、こうただご飯いただきました。僕ね、あんまりすいませんおさーすみたいな基本的に僕ね、おごらないんですよね。おごっていただきたいみたいな、おごるよりおごられたいみたいな。まあ今回ね、あやさんをもうプレミアですね。僕がおごるっていうのは、僕がおごるのはなかなかプレミアなんで、まあそのあやさんからまあ動画が送られてきて、でね、あやさんはそのサイトで、まあ今回そのドリームアカデミアにも講義の方追加してくれたんですけども、まあそのサイトを外、まあ自分でも昔やってたんですよ。自分で昔やってて、あこういう風に稼ぐんだっていうやり方して、それをもうライターさんにブワーってまとめて、今50人から60人ぐらいライターさんがいるんですよ。で、今回ドリームアカデミア、僕が運営している塾に、まあ、講義提供いただいたのは、どうやってたった一人で50人、60人の外注、ライターさんを回してんのみたいな。どうやって指示してんのみたいな。で、その講義っていうのを提供していただきました。まあ、基本的にその、あやさんが、まあ、ブログの文章を書くってことはないんですよ。で、今回なんとあやさんが、自分で、ワードプレス、まあ、ドメイン取って新規でワードプレス立ち上げて、で、自分で記事を毎日書いてアドセンスの収益を上げていくっていう、この日記、この実践日記を YouTube 上で毎日公開しますよみたいな企画をしたと。で、吉田さん、これについてどう思いますかと。いいと思います。これは多分ね、僕の鷲津さんとやってる、検証動画をパクったのか分かんないですけど、まあすげえいいです。これはお客さんとの信頼を高める上でも、やっぱね、結局まあこのあやさんの動画、後でこの後 V 映しますけど、結局ですね、やっぱまあ動画でもあやさん言ってるんですけど、まあ、やってる人から教わるのか、うん、やってない人から教わるのか、どっちがいいですかって話で、僕は今現在でもネットビジネスを教えてますよ。ネットビジネスを教えてるんで、僕もネットを使って動画撮ってます。僕ネットビジネスを教えてるわけじゃないですか。だからネットを使ってどういうふうにやるのかっていうところも僕自身もやってますよねっていう話で、まあもう誰よりもやってますね、逆に言うと。うん、そう。だからまあいいと思います。はい。だからお客さんとの、これをやることによってですね、お客さんとの信頼を作ることを、まあ一番いいと思いますからね。まあ意見、なんかこれね、今日なんか意見聞かせてくださいみたいなのだったんですけども、動画撮っちゃいました。まあいいと思います。で、あと最後2つぐらい質問があるんですよ。そのトレンド系か中長期のブログをやった方がいいのか、それともトレンドがやった方がいいのかっていう形で、まああやさんいろいろもうやってきてるんで、まあ何やってもマネタイズはできるんですよ。ただあやさんの考えとしては、その自分がやっぱやる記事を書くんで、やっぱ自分がこのジャンルで中長期ですよね、ずっと中長期資産となるようなブログを作りたいっていうのが、多分あやさんのまあその、まあ、本音ですよね。どうせ企画としてやって、どうせちゃんとやるんだったら、中長期でずっと安定して、まあ、資産が入るような、ブログを作りたい、まあ、作った方がまあいいよねっていう考え方だと思うんですけど、僕はですね、完全にトレンドブログですね。僕がもしやるんだったら、絶対企画としてやるんだったら、トレンドブログが絶対いいです。で、なぜトレンドブログが絶対いいのかっていうと、その、あやさんはもう知ってるわけですよ。まあ何やっても稼げますよ。知識あるから。で、アクセスの集め方、キーワード選定も全部知ってますよ。全然知ってる。
だからまあどのジャンルでもそのね、できるはずです。漫才でできる。ただし、まあ、ほとんど の, その悩み、お客さんの悩みっていうのは、まあ、ブログアフィリエイトで言うならば、まあ、特にアドセンスとかね、クリック型のやつだったら、どうやってアクセスが集めるのかっていうところと、そこがまずわからないというところと、早くやっぱマネタイズしたいわけですよ。早くなんですよ。早くなんですね。じゃあ中長期のブログだと、トレンドブログに比べると早くアクセスを持ってくることは非常に難しいじゃないですか。トレンドブログに、ぐらいで早くアクセスを持ってくるのはちょっと難しいと思うんですよね。だから僕はそのもうお客さんのニーズとしては早く稼ぎたい、っていう部分がやっぱ非常に強い部分があって、で早く結果をが出したいっていうところですよね。だそこに適しているのがトレンドブログなんで、やっぱトレンドブログほどやっぱアクセスを集めやすい、まあ、YouTube もそうですけども、トレンドが発生している時のキーワードっていうのはやっぱもう検索回数が尋常じゃないですから、まあ、そういうのを使った方がいいんじゃないかなと思います。でプラス企画としてそのトレンドブログを扱うことによってですよ、トレンドブログを扱うことによってそのアクセスのそのその A の中長期のブログをやるよりかは、トレンドの方がそのある程度企画の段階で、企画やってる段階でボーンって跳ねるやつがこの見栄えがいいっていうね、もう トレンドに乗っかったらバーン来るじゃないですか。バーンって多分中長期グーみたいな感じだと思うんですよ。ある程度バーンって上がると思いますけど、トレンドはバンバンバンみたいな、お来たね今回来たよみたいな、来たね今回当たったねみたいな大ヒットホームラン来たねこの記事みたいなっていう企画としてのプロデューサー視点で考えても、企画として見栄えがいい、バカーンっていくんで、ね、お客さんは一発大逆転ホームランを打ちたいわけですよ、ね、お客さんはこのバントここバントじゃなくて大ホームラン打ちたいわけですよね。だから大ホームラン打ちましたねみたいなね、で企画としてはそっちの方が見てる方も面白いんじゃないかなと思いますので、絶対にトレンドブログですね。絶対に僕がやるんだったらトレンドブログですね。企画としてやるんだったら、企画としてですよ、企画としてやるんだったらトレンドブログです。ただ個人でやるんだったら僕は中長期ですね。当たり前ですけど、僕個人でやるんだったら中長期です。企画としてプロデューサーの視点でいろんな観点で考えると、トレンドブログの方が絶対いいかなと思います。なのでトレンドブログでやってください、はい、皆さんどうでしょうか。はい、一応ですねこの後あやさんの動画 V 回すんで見てみてください。はい、ではあやさんの動画映しますのでどうぞ。多分僕しかできないな、僕にしかできない重大発表に。こんにちは、とうとう決めましたよ重大発表に、重大発表。もうね、なんていうのかな、多分僕しかできないな、僕しかやれない、それを今日発表しますよ。何をやるのかっていうと、多分あなたも今サイトを作ってアドセンスじゃなくてもいいんですけどね、ワードプレスでサイトを作ってマネタイズをしようと、ビジネスをしていこうと取り組まれてますよね、おそらくは。それを僕もやります、これから。そして毎日報告をしていきますよ、この YouTube で。わかります意味意味わかるかな。具体的に言うと、新しくワードプレスでサイトを作ってアドセンスで収益化を図っていきます、僕も。それをこの YouTube で毎日報告をしていきます、その結果を。その実践期ですね、まあ、言ってみれば実践報告っていうものをやっていきます。で、何人か聞いてみたんですよ、こういうのをちょっと企画でやろうかなって思ってるんだと。そうすると全員、マジっすか、僕なら絶対やりません、正気ですか、めんどくさくないですか、そういう反応だったんですよ。そういう反応を聞いて確信しましたね、やろうって。僕しかやれないですよね。だってね、本物でしかできないんですよね、本物でしかできない、ハリボテ君にはできないですよ、本当にやってる人じゃないとできないことなんて。それをやっていこうと決めました。
一つ質問なんですけども、どっちの人から教わりたいと思います？どっちの人から教わりたいかっていう質問ですよ。まず一つ目ね、ここに出しておきますね。一つ目、今コンサルをメインにやっています。実際に自分でそういうブログを作ってワードプレスを作ってアドセンスで稼いだことがあります。まあ2年前ぐらいですかね。今やってないです。今は指導に専念しています。プレイヤーとしてはやってませんみたいな人で、2人目、コンサルもやっています。で、今現在自分自身もプレイヤーとして実際に実践しているし、実践し続けています。結果を出し続けていますという人、どっちから教わりたいです？どっちの方が今現在のリアルなネットの状況、 SEO の状況、キーワード選定の状況だとか、そういう生きた情報、今現在の生きた実践経験をどっちの人が持っているか考えるまでもないですよね。っていうことをちょっと証明しようかなと思いまして、で、僕自身もずっとやり続けてはいるんですよ。やり続けてはいるんですけども、自分ではやっていなかったので、正直なところ自分ではやっていなかったので、外注契約をしたライターの方にやっていただいて、自分で、サイト運営をしているっていうサイトはいくつもありますよ。たくさんあります。たくさんありますけども、自分自身で記事を書いてっていうことはしばらくやっていなかったので、それを自分でやろうとっていうのが今回の試みです。今回の企画ですね。これをやっていきます。で、ルールを考えたんですけども、本決まりのルールと暫定的なルールがあるんで、まず決定してるルールは5個あります。1つ目、ワードプレスで新規で立ち上げます。僕はもう独自のドメインもたくさんあるし、運営してるサイトもたくさんあるんですけども、今からテコ入れをした方が収益化を望めるサイトっていうのもたくさんあるんですけども、それじゃあやっぱこの企画をやる意味がないので、もうまっさらな新規ドメインで新規サイトをワードプレスで作ります。2つ目のルールは、外注のスタッフは一切依頼しません。全部自分でやります。僕は外注契約をしている方々が今現在もう60人ぐらいいらっしゃるんですけども、その方々には一切依頼はしません。全部自分で書きます。これが2つ目で、3つ目、 SEO は完全にホワイトでやります。いろいろ分かってるんで、もちろんブラックもグレーっぽいこともできるんですけども、一切やらないです。もう完全ホワイトでやります。で、4つ目、毎日公開する内容ですね。毎日この YouTube で公開報告をしていくんですけども、その内容としては、その日に更新をした記事の数、記事数ですね、とその日の PV アクセス数、3つ目はその日の収益、その3つを毎日公開していきます。最後5つ目、今現在僕はプレリュードっていうコンサルティングのプログラムをやってるんですね。プレリュードのメンバーにはサイトの URL も伝えよう、そういう風にやっています。さすがにそのサイト、僕がこれから新規で立ち上げて、やっていくっていうサイト、申し訳ないんですけどもリスキーな部分もあるので、サイトの URL はお伝えはできないですよ、さすがにね。なんですけども、そのプレリュードの僕のコンサルティングメンバーの方々にはそのサイトもお伝えして、で、実際に僕がどういう記事を書いて、どういうキーワードを選んで、どういうタイトルをつけて、どういう記事を書いて、で、どういう結果が生まれているのかっていうこともリアルタイムに伝えようと思っています。まあ実際ぶっちゃけたところね、毎日しっかりとされている方となかなか行動に移せない方々がいるんですよ。で、そういった方々のカンフル剤になればいいなっていうのがこの試みの趣旨ですね。メンバーには全部お伝えしようって、そういう風にやっています。続いて暫定的なルールなんですけども、ちょっとこれ揉んで決めようと思ってるんですけどもね、一つ目はジャンルですね。その取り扱うジャンル、特化型でやろうと考えています。ジャンルを特化して、やろうと思ってるんですけども、ちゃんとリサーチはしてないんですけども、多分このジャンルいいかなっていうものがあるので、それでやっていこうと思っています。オールジャンルのトレンドっていうのは、今のところちょっと考えてないですねっていうところです。2つ目、キャッシュポイントはアドセンスだけでやろうかなって考えてます。他の ASP を絡めないで、アドセンス、Google アドセンスだけでまずはやってみようと考えてます。他の ASP も絡めた方が収益化は図れるんですけども、それはもう経験上分かってるんですけども、まずはアドセンスでやろうかなと。で、最後3つ目に考えたのが、毎日のこの公開は、まずは3ヶ月間にしようかなって
考えです。3ヶ月間もしくは100日目っていう切りのいいところでっていうところをまず考えています。なので3ヶ月間もしくはまああんまり変わんないですよね。3ヶ月間も100日、100日にしようかな、まあちょっと考えますけども、まあ、それぐらいの期間毎日やっていくっていう感じにします。今考えてるのはこんな感じです。そしてアンケートを作ったんで、よかったらポチポチってやるだけなんでやってみていただきます。特化型ブログでやるのが見たいのか、トレンドブログでやるのを見てみたいのか、ちょっとそれをアンケートで2択のアンケートを作っておくんで、それよかったら聞かせてください。よかったらコメントでも何かいただけると嬉しいですね。というところですかね。今考えたのはそういう感じです。なかなか良くないですか。でね、いつからやるのかっていうところなんですけども、今お話ししたアンケートとかコメント欄をちょっとチェックさせていただきたいので、今日が5月の6日じゃないですか。なので 2,3 日ぐらいちょっと確認をさせていただきたいと思ってます。なので10日かな、霧のいいところで10日から始めます。5月の10日から。はい、ということで今回は以上です。この新企画のね、ご報告、重大発表、重大重大かな、まあ、重大かどうかわかんないけど、でも面白そうでしょ。面白そうですよね。絶対に実践されている方には有益な情報をお届けできると思いますんで、ぜひとも期待していてください。ありがとうございました。見逃せなかった。